今から、イカの一夜干し作ってみていきたいと思います。これ水道の水、たとみ水ですね、に張ってます。塩大体、自分の好みですけど、イカはあんまりあれですね、濃い塩水につけると身が真っ赤になってしまうので、あんまり濃くない方がいいと思います。で、あんまり濃くすると今度辛くなってしまいますので、これでしょうかね。このぐらいでしょう。このぐらいでしょう。大体まで水2リットルで100グラムぐらい入ったと思います。これをよく、最初にまずよく混ぜます。塩をよく溶かします。で、これをイカをね、つけます。これは耳と胴がくっついかないように、これ爪楊枝でこういうふうにくっつかないようにしてます。これでちょっと置いておきましょう。